発見、ツイッター探偵団。今話題のツイッターをピックアップしてご紹介いたします。ツイートしたご本人に先行賞者を体当たり企画です。6月6日火曜日22時となりました。団員の皆さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。本日も、お相手は副団長の 中野区議会議員吉田浩一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、そして MC は、はい、団長長尾隆前衆議院議員です。今日もよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、ちょっと午後から夕方にかけて、まあ、構成にもありますように、あの LGBT 法案で、いろいろ情報が錯綜しまして、大体方向性がこの方向性かなということで、ちょっと危機感を持って皆さんと情報を共有したいなと思ってます。はい、それでは本日のお品書きです。22時40分まで一般公開ライブ、 LGBT 法案に急展開、稲田朋美議員が反論。反論っていう反論でもないんですけどね。自公連立解消なるか、入管法採決見送り。そして22時40分からは、メンバーレベル2、月額390円にご登録いただいて、ご視聴、そしてチャット投稿をお待ちしております。今日の左派メディア、そしてチャット質問コーナー、昨日はですね、せっかくチャット欄にご質問をいただきましたのに、2つぐらい入っていたんですけど、ちょっとそれをご紹介する時間がなく、ご投稿いただいた皆様には、この場を借りて、お詫びを申し上げたいと思います。ぜひ、これに懲りず、22時40分から、吉田議員、私に質問などいただければありがたく思います。よろしくお願いいたします。はい、それではちょっと今日はサクサク参りたいと思います。LGBT 法案に急展開、これはまあ私のツイートですね。情報としてはこれが正確なようですと、図らずも NHK の報道ということであります。なんとですね、内閣委員会、衆議院ですね、9日に審議の見通し、与野党から3つの法案が提出されている LGBT の人たちへの理解増進に向けた議員立法は、衆議院内閣委員会で今週9日に審議入りする見通しとなりました。LGBT の人たちへの理解増進に向けては、自民、公明両党が超党派の議員連盟がまとめた法案の文言を修正した与党案を国会に提出したのに対し、立憲民主党や共産党などが議員連盟のそのままの法案を、また日本維新の会と国民民主党が共同で独自の法案を提出しています。与野党の間では3つの法案について事前に修正協議を行うことも模索されましたが、調整がつかず、6日午後、法案を審議する衆議院内閣委員会の与野党の筆頭理事が電話で協議した結果、今週9日に審議入りすることで合意しました。委員会では3つの法案が一括して審議される見通しで、与野党からは残る2週間余りとなった今の国会で成立させるために、速やかに3つの法案をそれぞれ採決すべきだという意見が出ております。こういった国会の動きがいきなり出てまいりました。当初16日に採決じゃないかっていう話が出たんですが、番組でもお話しした通り、ちょっとその根拠が、客観的な話がなくてですね、やたら静かな中でいきなりですね、今日の午後、自民党の梶山博士幹事長代理だったかな、代行だったかな、記者会見をしてですね、代行ですね、こういう流れになってしまっているんですが、まあまだやれることはたくさんあるんですが、ここまでの流れについてコメントいただけますか。まあ不愉快の一語につきますね。とにかく策を労して変なことを言ってもですね、やっぱり変な結果になるなというふうに、まあ僕なんかは思いますね。
ダメなものはもう正々堂々とダメだというふうに、まあ、行動活動しないとですね、まあ、こういう、まあ、ことが起きてしまうなと、まあ、とにかく岸田さんという、まあ、この人が、突然 LGBT 法案をやると言い出して、でそして、G7 までにと言ってですね、でそして、G7 終わってからも、結局一生懸命採決しようと、する、まあ、自民党を、ね、支持されている方にはカチンとくるかもしれませんけど、まあ、本当にもう岸田さんは日本をぶっ壊そうとしていると、もうまともな、日本の将来を考える、まあ、あるいは将来の、日本人から振り返ってみてですね、この人はもう日本の敵だと、本人がどのように自分をね、うっとりと高く評価しているか知りませんけど、やってることはもう野党の変な人たちと変わらないですよと思います。あんかけナポリさん、2番のツイッターちょっとご紹介させていただきます。即日採決ってさすがにここまで合意に来るとは予想してなかったわ。審議もすっ飛ばして法案成立まで一直線か。日本はいつから独裁国家になったのかということですね。元になる産経の記事は、こちらです。我が盟友の奥原新平、記者がですね、7時前ギリギリにこれを出しているわけですけど、まあ、先ほど NHK で、紹介したあの記事、まあ、これの産経本だということで、今ここで繰り返す必要はないんですけれども、まあ、一番気になるのがですね、一番最後のところのセンテンスなんですけど、スタッフさん、またっていうところから出せますかね。また与党は地方自治体が LGBT に関する条例を制定する際の指針となるガイドラインを策定する方針だと。自民党の保守系ベテラン議員は、急進的な条例が地方で制定されるのを抑止する狙いがある。LGBT 活動家団体に利権が集中しないように成立後も、運営面で目を光らせると語ると。まあ、この保守系ベテラン議員がどなたかはちょっと言及はいたしませんけれども、そういえばヘイトスピーチ法案の時に同じフレーズを僕は聞いたなと思っておりますね。ヘイトスピーチの時にもね、やっぱりガイドラインを策定、そういうものがないから地方でやたらめたらそういうものができてくるんだっていう、そういう理屈だったんですけど、いや全くその地方がこのなんというかな、やたらめたらの条例を制定することについての歯止めに全然なっていないっていう、そういう実体験がありますよ。まあ、私も当時は大反対をしましたけれども、最後は、まあ、機関決定で決まったことは決まったことに従うという、まあ、組織の理論、まあ、組織の理論をいろいろと賛否両論があるかと思いますけれども、またぞろ同じようなですね、保守系のベテラン議員の方が口にされていても、もう信用できないんですね。ちなみに西田先生ではないです、コメント欄にありますが、やっぱりこれヘイトスピーチ法案と同じ流れに来てとんでもないことになりそうですよね。成立したらどうですか。いや、全くその通りです。全くその通りです、はい、他にコメントはない。自治体はですね、そんなガイドラインみたいなものがあったとしても、自治体の左翼議員とかね、左翼首長なんていうのは、まあ、他の規制でも、まあ、その上乗せ横出し規制っていう権限があるのと、まあ、同じようにですね、国よりも国に先駆けてもっと厳しい、規制をするんだ、国が理念法で収まるなんて言ったら、ちゃんと、実効性を伴わないから罰則とか、
そういうものを伴うものを作るんだ、それは地方の地方自治の、あの権利の範囲内だっていうふうに決まっているので、ガイドライン作るからうんたらとか、まあ、いうような人、まあ、誰か知りませんけれども、まあ、僕は名前が分かったら、あのその人は日本の地方自治の現状分かってないから、あのどっかよその国に行ってくださいと思いますね。例えば川崎なんかでそういう条例ができちゃいましたよね、あの、はい、ヘイトスピーチの時に、はい、あれはなんで阻止できなかったんですかね。いやいや、あの、うん、首長がアホで議会が、そうですね、頭のおかしい人が過半数だからですよ、はい、そういうことですね、はい、つまり本当にあの制度の下で、物事が成立するっていうのは本当に恐ろしいですよね。まあ、それだけ首長さんがあの権限を持っているということになります。まあ、国会の場合はあのだいぶ様相が違うんですけども、でちょっとアンカゲナポリさんのねツイッターにもう一回ちょっとスタッフさん戻っていただければと思うんですけど、実はこの即日採決っていうことについてはまだあのこれが決定されてないという情報を僕は取っています。それで9日に審議入りするということは前日、つまりあさってに、内閣委員会の理事懇談会が行われるんですね。で8日の段階で、どの会派が何分ずつの質疑をするのか、あるいは質疑をしないで、よくある話です、議員立法の場合は委員長提案という形で委員会に上程されてですね、そこで質疑がありますかと、で質疑がないようなので早速採決に入りますということは議員立法に関してはたくさんケースがあります。実際私もそういう議員立法の質問提出になったことがあります。ただこれはですね、前提として全会一致であるっていうもう現地が取れてる状態なんですね。ただ今回は先ほど来ニュースの報道にあるように3つの議員立法がそれぞれ出てるんです。でこの3つの議員立法をそれぞれ出して審議をするっていうのは実は諸先輩方あるいはマスコミ報道関係者に聞いてもですね、未だかつてないんですね。で過去にこういうことがありました、政府が出す閣法、閣法があってですね、それに対して野党が、まあ、例えば2つの対案を出してきたと。でこの野党が最終的に質疑の後にですね、提出をした法案を提出を取り下げて最後閣法にまあ付帯決議なりをつけることを条件に乗っかるということは過去僕も何度か経験をしています。ただ今回ですね、自民党公明党案も議員立法なんでやっぱりこれ全会一致というまあ慣例を守らなくてもいいんじゃないかっていう議論を言っておきながら今回に限って守るべきなんじゃないかっていう、また僕も都合のいいことを言ってしまいますけれども、もしかするとですね、全会一致ではない議員立法を自民党公明党で成立させるっていう、そういう可能性がちょっと出てきているんですね。これはね、やはりあの県政にあって慣例っていうのは所詮慣例で、まあ破られるべきものであるという、まあ、切り口もあるんですけど、今回に限ってはちょっと違うような気がするんですけど、まあちょっと国会の質疑の進め方のことなんで、あの吉田議員もあまりピンとこない部分があると思いますけど、申し訳ないですがちょっとコメントをいただけますか。こういう流れなんですよ。ピンとくるこないっていう話は別にして、あの悪い意味で牧田さんって人は前例を踏襲しない部分があるので、あの、まあ、今回もその、議員立法だから全会一致なんていうことは気にしないでですね、あの、まあ、賛否を問う決を、取るということを支持するんじゃないでしょうか。僕はこの人は何だろうな、多分
出した法案 の, あの成立 の,、まあその率みたいなね、あの出した法案の 何パーセントがちゃんと可決しましたみたいな数字を上げることっていうことを多分あの最優先で気にして、で法案の中身についてはまあ別にあのまあそんなに気にしてないんじゃないかなと思っています。あのそうですね、まあ、仮にですね、あの衆議院を9日通った場合は、土曜日、日曜日で、月曜日は参議院の本会議しか開かれませんので、13日、土曜日に午後、衆議院本会議という流れに多分なっちゃうんだと思うんですね。で、仮に衆議院を通過した場合、次、参議院に移るんですけれども、僕が今日聞いてる話では、参議院は、まあ、煮崩れしたような感じの法案については、もう参議院であんまり受け付けたくないなと。まあ、そんな、あの、やりとりに、あの、なっています。ですから、まあ、私もこれまでにいろんな、あの、こういう道筋があるだろう。安心はできない、こういう可能性があるということを繰り返し言及してきましたけれども、まあ、一応最後の最後まで、あの皆さんと一緒にですね、この問題警鐘を鳴らし続けていければなと思ってます。で最後にね、あの衆議院の内閣委員会の、理事のですね、あの一覧表をちょっと今あの私チャット欄にあの貼らせていただきます。で実は明日何もありません。で明後日理事懇があります。でここで今僕内閣委員会の衆議院の一覧表、これはあのオープンデータですので、でこの理事各位の地元にもしお住まいの団員の皆さんがおられたら、繰り返しますがクレームではなく、こういう理由で反対をしたいと、まあ、そんなあのメールなりを送付していただけるとありがたいなと。で合わせて参議院をに、まあ、上程されてしまう可能性もあるので、まあ、今あの参議院の止まっちゃったかな、内閣委員でいただきました。これはあの衆議院が、通過した後、本当にあの煮崩れしそうな、まあ、参議院が良識の府と言われるのはちょっとそこのところで、あまりその手続き行儀があるような、あるいはいい意味で悪い意味で前例を踏襲しないような法案についてはちょっと参議院ではあまり採決したくないなと、まあ、そんなような情報もね飛んでますんで、ぜひとも皆さん、あのまだあの9回裏まで行っていませんので、7回裏あたりのところでどうか一緒にですね、あの声を上げていただければなと思います。あ、私もまた一言いいですかね。吉田議員もう一言いいですか。はい、はい、お願いします。はい、あの、まあ、とにかくこの、LGBT 法案ですね、あの、まあ立憲民主党案が一番ひどくて、まあ実はあの異国案っていうのもそんなには良くなくって、で自民党案もやっぱりあの通すよりは通さない方がいいという案でありまして、で、まあ、今回通る可能性があるのは多分、まあ、自公案なんでしょうけれども、あの今の時点でとにかくあの反対の声をちゃんと大きくもう、全ての議員にね、あの、届けていく、あの、まあ、ファックスとかメールとかですね、いろんな方法で、これを本当に、ね、繰り返し繰り返し皆様にちょっとお願いするしかないですね。そして、実はあの最近、ちょっと中野区外である、校長先生に、たまたま全然別の機会に会う機会があって、うん、で全然たまたまですね、はい、あのお話をしていたら、とにかく、まあ、突然 LGBT 法案の話に
まあ、向こうから降ってきてですね、大変なことになって本当に困ってますと。我々は、その学校のから女子用のトイレが本当になくなったらどうしようと思っていますと。で、そして、で、しかし、それにもかかわらず、まあ、その、そういう法案とか、そういう教育をしろとかいう圧力がすごいんですよ、と。というふうに、全く関係ないことでお会いした関係ない、ところの、まあ、都内ですけどね、校長先生がそういうふうにおっしゃっていたので、あ、現場ではそこまで、やっぱり、懸念しているんだと、いうことを感じました。で、そして、その校長先生、まあ、一人の力では、もう全然それ、こうするべくもないと。うん、要するに、区市町村から、教育委員会から、ぐだぐだいろんなこと言ってくるし、で、まあ、まあ、保護者や地域の人もいろいろ言ってくるしと、そういう中で、まあ、本当に心配してますと。でも、その声は多分大きくは取り上げられないし、大きく上げるとその多分校長先生潰されちゃうんですね。差別主義者だとか言ってこう、十字架の貼り付けにされてですね。こういう状況なので、ぜひ皆様声を上げていただきたいと思います。そうですね。もう今やれることは、それが一番、功を奏すと思います。服部 J さんという方からね、まあ、こんなコメントをいただきました。まあ、お叱りなんですが、長尾さん、状況の分析や可能性についていくら説明を聞いても意味はないと。まあ、意味はないと思います。こういう状況だということで、皆さんと危機を共有するということを説明しております。で、結果がすべて、それを人ごとのように話すなと。結果はまだ出ていません。変な結果が出ないように一緒に。とにかく、各地元議員にメールを入れるのは大事であろうが、竹槍では BG29 は落とせない常識を考えるということなんですが、今吉田議員がお話になられたようなことをとにかく今やるしかないということなので、どうか9回裏まで一緒に、戦っていただきたいなと、ちょっと、コメントをさせていただきたいと思います。はい、そしてもうまた恥ずかしい話なんですが、3番参りたいと、思います。ですね、稲田朋美議員、これも説明するのも嫌だね、本当に。うん、山口作文の休業を暴くっつって、ちょっと見てみます、この、サムネですけど、山口作文、山口作文、事実の致命的な誤り、私は裏切り者でも嘘つきでもないと、まあ、要は2月21日、4月末と21年の5月の14日で、存在しないメモをもとに、稲田批判と、だけどこれはどうなの、どう思います、吉田君は。まあ、子供のへりくつみたいなもんですよね。まあ、要するにこの人が嘘つきで、裏切り者でも嘘つきでもないというこの主張をスタンドさせるためには、安倍、まあ、元総理が LGBT 法案法制化に賛成であったというエビデンスを彼女が提示しない限り、裏切り者で嘘つきだということは覆せないんですよ。この合意が4月末じゃなくて5月14日だったもんとかですね、子供かって思いますね。もうこの人はもう話は話すほど、まあ、馬脚を表すというか、まあ、人間性が疑われることを自ら宣伝していくタイプだと分かりましたけれども、もう本当にこの人に対する、まあ、期待とか信頼感とかもマイナスですね。そうですね、本当にもう残念でなりませんね。僕らが稲田議員に対して何を言ってるのか、別にこの存在しないメモがどうのこうのじゃなくて、あれだけ反対をしてきた安倍元総理の気持ちと全く真逆のことを言って、安倍元総理が反対してるんだったら言ってくれればよかったのみたいな、そんなことを言ってることに問題があるという批判をしてるわけで、ただ一番最初の問題っていうのは、自民党案と超党派案があって、
自民党側から絶対にあれを合意するなよなということを言ってお使いに出したところ合意してきて合意案をまとめてきちゃったところが問題なわけであって、まあ今ここでツイッターで稲田議員が発信したことってのは別に僕らからすればどうでもいい話でありますんでね、はい、まあなんか第2弾第3弾が出るらしいですよまあ正直月刊花田で稲田さんの文章を読ませていただきましたけれども、本当に申し訳ないんですけれど、もうこれ皆さん読むに値しません。山口さんの反論になってないんで、確かに山口さんの、まあ、論調について、ああなるほど そういうことがあったのかっていう部分は一部分だけ出てくるんですけども、別に山口さんは稲田さんが反論しているところについては何にも言及をしてないと、まあ、これはちょっと読まないとね、ここではピンとこないかもしれませんので、これで終わらせていただきたいと思いますが、何かありますか、どうぞ。まあそうですね、どうな、こうよく木を見て森を見ずっていう言葉がありますけれどもね、うん、大きな森を見れば、まあ、ちっちゃな木にどんな細かな枝ぶりだとか葉っぱだとか木虫がついてるとかですね、そのところ一生懸命主張しても、まあ、意味はない。大きな木を見ればですね、この人が日本を、まあ混乱と、まあ女性も含めて被害がもうたくさん起きるような、まあ、法律に基づく社会を作ろうと一生懸命努力してきて、まあ、それが、まあ、今回、成就してしまうのかと、まあ、それについて人々がね怒りを持っていることについて、まあ、裏切り者ではないとか何々ではないとか一生懸命どうぞおっしゃっていただいても何の、ね、足しにもなりませんよと、まあ、それだけは申し上げたいと思います。そうですね、まあ、この番組でも私は吉田議員何度も口にしました。もう生来女性の、ね、人権と安全を守るということ、これが前面に全く出ていないから、僕らは反対するし女性の皆さんが不安に思ってると、お手洗いも、まあ、なんか荒川区なんかとんでもないことになってるみたいでね、ちょっと僕も細かい話を聞いてないんで後で小坂議員からいろんな話を聞いてみようかと思っているんですけども、とんでもないことになってるんでみんな不安になってると、これをなんとかしようというふうに言ってるけれども全然声を聞かずにですね、物事を進めようとしていると、本当にこんなね国会運営ではいけないなと思いますので、どうか皆さん9回裏までぜひ延長戦もあるかもしれませんから一緒に戦ってください。